Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV ようこそ。さあ、続きで山中こちおこです。今日はなんとですね、ジャックさんがね、見てください、胸カメラデビューしてみたいと思います。初の胸カメラチャレンジ。そうですね、まずはまあテスト的にね、はい、動画を撮ってみましょう。釣れちゃったら完璧だから。おう、もうね、あとね、魚がかかっちゃったらもう映り方特に意識しないでとにかくキャッチしてください。はい、じゃあ頑張ってきてください。それでは行ってみましょう。さあ、私はこの先端からエビシャットのエビキャロー、さらに遠くへ投げてみたいと思います。行ってみましょう。はい、みんながね、こうやってね、釣ってる間にね、私がこのボートの隅をちょこちょこ一人で探していきたいと思いますよ。まだまだね、このね、トーナメントクローラー見えるかな。よし、行ってみよう。ちょっとね、まだ胸カメラがね、使い慣れないからね、ちょっと怖いけどね。あのユートの面倒見てく、スーッて出てこないかな。スーッて、スーッて。でもこんなとこ俺の腕で引きずり出せるかな。いいな、異常なし。はい、次。今度ね、反対側のこのね、ゾイをね、もう投げて巻く。ほい。どうかな。意外と見れない撮影風景だよこれね。遠くか。食ったか、食ったか。食った。お、来た。お、食ったよ、食ったよ。おいおい。やっべ、カメラ大丈夫、胸カメラ。食ったぞ、食ったぞ、おい。落ちパクですよ、これ。マジだ。おいおいおい、やべやべやべ。今日ジャックデーじゃねえかよ。ボートにして、ボートにして。うわ、潜る潜る、頑張れ。うわ、怖い、ほら。あれ、どうだ、あれ。大丈夫か、大丈夫か。大丈夫、大丈夫。来てる、来てる。カッパ、カッパ、重っ。でかい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 んじゃない、でかいんじゃない、潜られるか。おおおお、怖い。おおおおおお、引く引く引く。あ、違う、元気だ元気だ。急に来ねえけど。あー、でかいでかい、いいいいいい。おおおおおお、よし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 、ナイスナイスナイス。待て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 、すくい上げろすくい上げろすくい上げて。あー、出た、顔面キャッチ。ジャックに引き目か。引いちゃった。さすが。トーナメントクローラー。トーナメントクローラーです。5.5 インチ。わあ、バックし食ってるやん。さすが。やべえ。今日来てる、今日来てる。やべえこれ。イエーイ。おお、ジャックで顔と同じでかさ。おお、いいバース。今日ジャックデーですわ。やばいっす。ちょっと連発お願いしますよ、連発。はい、どうも。逃がしちゃってください。ありがとう。さすが。引き強かったねこのバス。ねえ。がっつりっすわ。うん、いいバス、ありがとね。ゆっくり潜っていきました。さあ、今日ジャックス来てるね。来ましたねこれ。すげえよ、さすが。はい、皆さんね、ちょっとね、ジャックライジャケをつけ忘れてしまったのでね、できる限り、こういった場所で吊るするときはね、はい、ライフジャケットを着用してください。忘れました、申し訳ないです。申し訳ありません。はい、まあでも、まあ、あまりのね、急な出来事だったので、そうですね。胸カメラをつけていた状態でつけ忘れてしまったので、申し訳ないです。申し訳ありません。気をつけましょう。はい、まあまあ、これからはですね。次行きましょう。はい。できる。もしんじゃ、ジャック。よし、俺行っちゃうよ。ジャックさん。わかる、この。あ、いる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 。お、見える見える。見える見える。よし、そのロングアーム食うか。ロングアームの技がいいと思う。
試しで落とすだけなの。あー見た見た、あ、食った食った食ったよ食ったよ。あ、やっぱほらね、あ、やっぱ抜けた抜けた、やっぱ抜けた、パリって感じかな。あ、パリピパリピ食いパリピ食い、まだいる？ほら、お、マジだ。おお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 おロングアーム、イエーイ、結構いい魚。あれまた大きくなってる、サイズアップしたんじゃん、大きいな、サイズアップしたんじゃん、大きいよそれ、危ない危ない、はい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 、お潜る潜る、おお元気元気元気だったから、よし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 、よっよっしゃー、よし、やりました、オーケー、太い、いい魚、いいね、ロングアーム、これです、カブラタ、うわロングアーム、もう一匹いるからちょっと狙っていい、はいはい、もう一匹も食いに来てた、もう一匹いる、この穴やっぱたまるな、バスな、結構釣れたバスに追っかけてきてっていうのあるじゃん、はいはい、それでどっか行っちゃったね、あうん、ということでとりあえず俺も一匹、はいっす、はい、それでは少し場所を移動しまして2本目の桟橋、あ、どうしたすっごい揺れどうしたどうした揺れが来たぞ、歓迎の前じゃ、お、祭りの前触れ、歓迎の前じゃ、祭りの前触れ、うん、だといいんですけどね僕はちょっとここから遠くへエビシャットをぶん投げたいと思います、行ってみます、やばい、めっちゃ飛んだっしょ、お疲れ、うん、はい、あのヘビキャルで1本釣れたんですけど、割とね近場でしでね、こっからちょっと右斜めこれに結構ね硬い、多分なんかいろんなものが杭とかもしくはタイヤとか、はい、あと遠目にちょっと若めのビードが生えてるから、うん、そこちょっとジャック先生投げてみますか、わからしたい、行ってみましょう、行きましょう、こっち側です、どうぞ、飛ぶダークスリーパーバック食い、やべえ、ダークスリーパーだよ、来たよ、ダークスリーパーフィッシュ、ガッ、
プッシュがっぽりって言ったらいいの、ガボリ食いダークスリーパーイエース。そしてこのロキサーにパーシュタでよっしゃいやもう俺ここの甲府の街歩くのはね何年ぶりかっていう話ですよ。脇がお前すごい濡れてるおい俺です。濃厚鶏白湯甲州地鶏っていうところに今から食べに行きたいと思いますが、動画をお届けするかどうかは分かりませんが、ここで今日のバス移動が締めたいと思います。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。釣れたね今日ね。釣れましたね。ことでそろそろ七夕だんですね。皆さんは7月の七夕一体何をお願いするのかな。僕ですか。何にも頼みようとねえわ。はい、いざ頼むってことを思いつつ次の動画に行きたいと思います。以上、はい、スペモンでした。バイバイ。